皆さんどうもこんにちは。おたべやへようこそ。管理人のシェアでーす。クオリティを上げるためのコツ研究。パート1ということで、ちょっと今我が家の愉快な仲間たちがちょっと騒がしくってですね、騒音がすごいと思うんですけれども、もしうるさかったらごめんなさい、先に謝らせてください。ということで今日はですね、コスプレをするにあたりまして、どんなところに気をつけたらいいのか、どんなところに着目しているのか、どうやったら再現率が上がるのかっていうところを徹底的に超細かく解剖していきたいと思います。もうメイクとかもね、すごい細かくお伝えしていきたいので、ちょっと画角が近いですけれどもご容赦ください。そしてですね、今回はメイクだけでなく本当に全てお伝えしていきたいと思っていますので、盛りだくさんでお伝えしていこうと思います。なのでいくつかの動画に分けて投稿すると思いますので、ぜひ最後まで見ていてくださると嬉しいです。できるだけ3本ぐらいにまとまるように頑張ります。はい、そしたら早速ですね、まず大前提としまして、コスプレに限らず普段のですね、メイクが上手くなるだったりとか、知識をつけるっていうだけでもですね、全く知らずにやるのと普段のメイクの知識がたくさんあるのとではですね、大きく差ができるかと思いますので、ぜひですね、コスプレだけでなく普段のメイクもちょっとよくわからないっていう方がいらっしゃれば、そういうメイク系の YouTuber さんのですね、動画とかを見て勉強するのも一つの手段だと思います。私もね、普段はメイク系の YouTuber さんすごく参考にさせていただいてますので、まあ普段の自分に反映できてるかどうかは置いといて、コスプレには結構使わせていただいてますので、そういったところからヒントを得るのも一つの手段です。はい、じゃあですね、自分の顔のパーツを知る、まあ十人十色全く同じ顔の人なんていないと思うんですけれども、自分の顔がどういうタイプなのかっていうことを知るのはかなり重要です。まあ眉毛はね、最悪消したりとか全剃りしたりとかでいくらでも変えれるんですけれども、例えば顔の形が卵型なのか、もっと顎とかおでこがキュッとなっていて丸顔なのか、ここの頬骨が出ているのか出ていないのかとか、エラがあるかどうか、顎が長いか短いかとか、あと鼻の高さはどうかっていうところですね。あとは一重なのか二重なのか、奥二重なのか、まぶたのお肉が重たいか薄いかで、つり目か垂れ目か、アーモンドアイかとかっていうところでも全然変わってきます。あとは唇が薄いかとか分厚いかとかですね、そういったところで自分の顔のパーツをまずよく知りましょう。そこに足し引きしていって、やりたいキャラクターに寄せていくというイメージですね。私の場合は卵型で頬骨が出ていて、エラは普通、出てはないけどないこともない普通で、で唇はどっちかというと厚い方、鼻は低いで、目はつり目で二重で、肉は多分薄いかなっていう感じのタイプの顔になっております。じゃあこれを踏まえてですね、キャラクターになっていこうかなと思うんですけれども、今回私がやっていくのは東京リベンジャーズの三谷隆くんです。今回は三谷仕様でですね、説明はしていくんですけれども、見方とか考え方とかはどのキャラクターも一緒ですので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ちょっとね、公式の画像が出せないかもしれないので、私の携帯の裏に入っている三谷くんで説明していきたいと思うんですけど、ちょっと汚いですけれども、はい、三谷くんはですね、まず二重で、顔は丸顔ですね。ここがキュッとしているので丸顔で、ちょっと童顔で、目は二重で垂れ目、頬骨は出ていません。で鼻は小さくてツンとしていて、口もそんなに大きくないイメージ私はなんですけど、描かれ方によっては唇はね、まあ、普通にあるかなって感じなので、薄くはないかなっていうイメージですね。はい、まずはこういうパーツをざっくりと見ましょう。そうしましたらこれを順番に落とし込んでいくんですけれども、まずはウィッグネット、ここから話すのって感じなんですけど、これねちょっと解釈が2つありまして、例えば刀剣乱舞とかツイステとかってみんな地毛であの色ですよね。みんなカラフルな髪の毛をしてると思うんですけど、地毛があれだから、その髪の色に合わせたウィッグネットを使う場合が多いんですけど、三谷くんの場合は公式上はシルバーなんですけど、
多分地毛は黒なんですよね。だからこっちを使ってもいいのかなって私は思ってます。でも全然髪の色に合わせてこっちを使うのでも全然ありです。あれはですね、現実世界に生きているキャラクターたちなので、私は割とね地毛に合わせて使うことも多いです。今回はですね、メイクの説明もするのでちょっと目立たない黒を使っていこうと思います。でウィッグネットなんですけど、私普段ここで上でこうやって留めることが多いんですけど、三ツ矢くんとかみたいに後頭部に何も髪の毛がこう持ったりとかしてないキャラクターは後ろでまとめて留めた方がここがボコッとしなくていいです。はい、そしたら次はカラコン選びですね。三ツ矢くんの場合は私は今こちらを使っております。ステラワンデーさんのダストグレーというカラーですね。実物はこんなお色味で、薄いグレーの周りに濃いグレーで縁取りがされております。まあ、もう少し薄めの色でもいいかなって思うんですけど、結構悩みまして、これよりも薄いグレーだとね周りに枠がない商品が結構多いんですよ。でも枠がなくなってしまうと、三ツ矢くんこんな可愛い顔をしてるのに怖くなっちゃうんですよね。ここでですね、カラコンの選び方になってくるんですけど、カラコンにはいろいろ種類があって、縁ありと縁なしとかジュレタイプかそうでないかいろいろあると思います。ちょっとね色もメーカーもバラバラで申し訳ないんですけれども、さっきのがこちらジュレではなくって縁ありタイプですね。でこちらはちょっとジュレっぽいんですけど、ジュレではなくって縁がないタイプです。でこちらがジュレの縁なしタイプですね。はい、こんな感じでですね、様々な種類があるわけなんですけれども、でジュレじゃないタイプでももっとね色が濃かったりとか、ちょっと普段使いはできなさそうなカラコンとかもたくさんあります。でこれはどう使い分けるかというと、まず縁があるかないかっていう部分では、そのキャラクターが可愛い系かそうでないかっていうところで分けることが多いです。縁がないとね、遠目で見た時にやっぱりちょっと怖くなってしまうんですよ。真ん中の瞳しか目立たなくなっちゃうので、それを防ぎたい場合は縁ありを選ぶといいと思います。で逆に怖くなっていいキャラクターとか大人っぽいキャラクターとか、そういう時は縁がなくっても違和感なくつけられるのかなと思います。でもう一つ縁のありなしで変わってくるのが着色ケースになります。縁がある方が色がついている部分が大きく見えるんですよね。で縁がない方が小さく見えるので、白目をたくさん作りたいとか淡白眼にしたい場合は縁なしを使うことも多いです。であとジュレタイプなんですけど、ジュレタイプやパッキリとした普段使いができなさそうな色味のカラコンを使う場合は人外に使うことが多いです。やっぱりですね、どこかに存在してそうな感じの現代っぽいというか現実っぽい作品ってたくさんあると思うんですけれども、そういう場合はですね、ギリ普段使いもできそうな馴染みやすいカラコンを使うことが多いんですけれども、絶対にこれは完全に二次元の作品だなとか人じゃないキャラクターとかっていう時は、そういうジュレだったりとかべっとりした色のカラコンを選ぶことが多いです。そんな感じでですね、まあ、私は最近このシテラワンデーさんが気に入りすぎていろんなキャラクターに使ってるんですけれども、東京リベンジャーズは現実にいそうなちょっと現実味のある作品になっているのでこちらを利用させていただいてますが、これを異世界系の作品だったりとか人外だったりとかそういうキャラクターに使うと違和感というか物足りなく感じてしまう場合もあります。はい、ということでとりあえず装着していきます。はい、つけられました。こんな感じで実物とですね、あんまり色の落差がないのもシテラワンデーさんのいいところです。はい、次にベースメイクをしていくんですけれども、ベースメイクもキャラによって変えてます。といっても使っている商品はこちらの2点、インテグレートエアフィールメーカーラベンダーカラーという商品と、メイベリンフィットミーリキッドファンデーション R103 番という商品、褐色肌だけ褐色肌用のファンデーションを使っているんですけれども、それは前回色白メイクと褐色メイクで紹介させていただいてますので、そちらをご参考ください。でどう使い分けるかと言いますと、色白メイクの時はですね、先ほど紹介した動画の中でも伝えているようにエアフィールメーカーを使ってからフィットミーを使ってます。そこまで白くならなくてもいいやっていう時はフィットミーだけを使ってます。でこの後するシェーディングもですね、キャラクターの色の濃さだったりとかブルベイエベによってちょっと量を変えたりとかしているんですけれども、とりあえず三ツ矢くんで言いますと、表紙の画像とか見ていただくとちょっと伝わりやすいかなと思うんですけれども、実際に原作のカラー絵でですね、肌の色が白かったりとか、こういう目の縁にピンクが使われていたりとかするので、やっぱり三ツ矢くんはブルベなの
かなと私は思っておりますので、これとこれを順番に塗っていきます。健康的なですね、外で遊んでそうな感じのキャラクターだったら本当にこっちは使わずにフィットミーだけでいいかなと思います。でキャラクターのイエベかブルベかどっちっていう話なんですけど、どこで見分けるかというと、まずは肌の色ですね。何を見て肌の色だったりとかを確認するかというと、今ずっと見せてるこれはですね、原作の絵ではないですよね。どちらかというとアニメだったりとかするんですけれども、こういうのじゃなくって、私は必ず原作のカラー絵で判断するようにしてます。カラーリングには絶対に理由がありますので、原作者様がそのキャラクターに対してどういうイメージを持っているのかっていうのがですね、一番手っ取り早くわかるのが原作のカラー絵になっております。まあ中にはですね、どのキャラクターも変えてないっていう人もいるかもしれないんですけど、まあほぼほぼキャラクターによって濃淡だったりとか変えてると思うので、そういう原作の絵を参考にするのがいいかなと思います。で見分けは、白っぽい肌だったらブルベ、黄色っぽい肌だったらイエベなんですけど、イメージとしては日焼けをした時に褐色肌になりそうか赤くなりそうかっていうところでイメージで判断したりもできます。あとは目の周りに入っている色とか、影に入っている色が黄色系、オレンジ系だったらイエベ、ピンク系だったらブルベっていう判断方法もあります。まあ、私もですね、カラー診断を学んでるわけではなくって完全に感覚なので、ちょっと間違ってる可能性もあるんですけど、私はいつもそういう風に判断をして、じゃあどういう系のメイクをしていこうっていう風に考えてます。あとはですね、カラー系でイエベブルベだけじゃなくって春夏秋冬あると思うんですけど、それの判断方法はパステルカラー、ほんと桜みたいな色とか黄緑とか淡いパステルカラー、なんかこういう感じですね。イメージ、これちょっと濃いけど、これがもうちょっと淡くなった感じ、ほんとこの色とかが似合いそうな感じだったらイエベ春。例えば柑橘系のオレンジとか、もう真夏の真っ青な空とか、あとさっきのティッシュで言ったらこのピンクですね。こんな感じのパキッと明るいカラー、爽やかなフレッシュな色が似合うんだったらブルベ夏。私がそうなんですけど、くすみ系ですね、エンジ色とかモスグリーンとかこういう茶色とか、ちょっとくすんでる暗い色、くすんでる明るい色だったらパステルカラーになるので春なんですけど、くすんでる暗い色が似合う人はイエベ秋。原色カラーとモノトーンですね、白黒とか真っ赤、真っ青、真緑とかが似合う方はブルベ冬っていう感じになりますので、ざっくりですけどね、ざっくり言うとそんな感じになってますので、もし想像力が豊かな方はですね、そうやって似合いそうな色で判断するっていう方法もあるのかなと思います。はい、そんな感じで叩きました。さっき紹介した2つの商品を順番に叩きました。大体はマックスで色白なキャラクターにはこんな感じでしております。でまあ私はどうしてもですね、イエベ秋の人間なので、こんだけ白くしてもですね、ちょっと肌色が透けてきてて黄色っぽくなってはいるんですけど、意外と撮影しちゃうと真っ白に映ったりとかもするので、まあそこはあんまり気にせずこんな感じで作ってます。でですね、次コンシーラーはですね、ちょっとどのキャラも一緒なので、私の場合はね一緒なのでちょっと飛ばしますね。いつものメイクで紹介しているので、そちらを参考にしていただければと思います。はい、じゃあ次はシェーディングなんですけれども、普段使っているのはこちら、リリミューシアーマットシェーディング01番グレージュトーンという商品です。まあこの商品じゃなくても全然何でもいいとは思うんですけど、ポイントとしてはこういうですね、大きく分けて薄い方のカラーがどちらかというとオレンジっぽいブラウンではなくって、自然な影の色になりそうな、グレーっぽくなりそうな色の商品がおすすめです。キャンメイクさんとかでもね、こんなカラーのシェーディング出てたと思うので、ぜひ見てみてください。じゃあ三ツ矢くんは先ほど言いましたようにブルベなので、これを薄めに塗っていきます。ちらっとお話ししたベースを塗った後にシェーディングでちょっと色を操作するっていうことについてなんですけれども、私はですね、色が濃ければ濃いほどシェーディングも濃くします。なのでイエベキャラとかだともうがっつりですね、これもこれも気にせずガーッと入れてしまうんですけれども、ブルベキャラだと割とこっちをメインにして、こっちはあくまでこういう輪郭の縁をなぞ
ったりとかっていう部分にしか使わないようにしています。これもね、一番薄い色のキャラクターの時は色白褐色肌メイクの動画で説明しておりますし、イエベキャラクターの場合だったらまだらめしおんちゃんのメイク動画でもイエベメイクをしていたと思うので、そちらを参考にしてみてください。今回はブルベよりっていうことで、まずはこっちの色で全体的にシェーディングをしていくんですけれども、私の場合頬骨が出ているので主に消すのは縦ラインと横ラインとあと頬骨、ここを消していきます。はい、こんな感じでこっちは塗っていなくってこっちだけ塗りました。よく見たらね、こことこことここが影が入っているんですけれども、これが面長キャラクターだったらここは入れないです。三ツ矢くんは丸顔なのでここに入れるんですけど、ここに入れることでここがこうえぐれてくれるので結構童顔で丸顔な印象を与えてくれます。で、頬骨はこう入れることで今ちょっとこうなってるんですけど、それをまっすぐにしてくれるっていう役割があります。で、これを一番濃い色で外側だけ重ねていくんですけど、頬骨だけはがっつりと2度塗りします。はい、こんな感じですね。私がやってる三ツ矢くんのコスプレ写真を見ていただければわかるんですけれども、こうやってねメイクの段階ではまあよく見たら入ってるなって感じなんですけど、ちゃんとですねお写真になった時にライティングの加減でここがちゃんと入れた部分が影になって落ちてくれます。なので肉眼であんまりわからんなっていうレベルでもしっかりと写真には反映されますのでご安心ください。はい、こんな感じでフェイスラインのシェーディングができました。キャラクターで何が違うかというと、これは色の濃さですね。三ツ矢くんはこれぐらいにしてます。で、次はノーズシャドウなんですけれども、これもですねすごくキャラクターの個性を出せるポイントになっておりまして、例えば目と眉毛が離れているキャラクターだったら上の方からシェーディングを入れます。で、怒り眉とかで眉毛が目と近いキャラクターだったらこの辺から二重ラインが来るであろうところの平行線上ですね、この辺から入れたりとかっていう風にしてますね。あとは鼻先がツンと尖っているならここにも横にシェーディングを入れてツンと高い鼻を作ったりだとか、あと鼻ががっしりと太いキャラクターだとシェーディングの幅は広めに、でスッと細い鼻だと細めにシェーディングを入れたりとかっていう風にですね、いくらでも変えれますので、ここもちょっとやってて楽しいポイントではありますよね。で、三ツ矢くんを見てみるとですね、もう小さい可愛い鼻になっております。こんな感じで、まあ、しっかりとあるんだろうけどそんなに大きくもない花だと思うので、今回はちょっと細めに入れて、で横にもシェーディングして細めでなおかつツンとした花を作りたいと思います。入れる順番はさっきと一緒です。でですね、ここで自分の顔の形ポイントなんですけど、私の場合小鼻が大きいので最初の薄い方の色はですね小鼻にも塗ります。で、この時にここだけ塗るんじゃなくって、ここからまっすぐ上に引くイメージですね。で、こう三角になるように塗ってます。で、細かいところですね、特にこの横線を塗りたいときは筆をちょっと押して筆先を固くしてから塗ると塗りやすいし色も塗りやすいです。で、さっき言った小鼻はですね、濃い方のカラーはのせないです。濃い方はここのラインだけ。で、あと鼻の下なんですけど、今回三ツ矢くんはですね童顔なので、で私はなおかつ卵型の面長タイプなので、ちょっとでもここの幅が狭くなるように鼻の下をまず横に塗った後に縦に溝をなぞって T って感じでですね入れて影を作ってます。これには2つ効果がありまして、1つは鼻高効果、この鼻の影がここに入っているように見えるので高い鼻を演出できるのと、あとはここが暗く落ちるので口がキュッと上がって見えて、ここがですね狭く見えてくれます。で、口の下はアーチ状に入れてます。ここもキャラクターによって変えるんですけれども、ドールフェイスにしたかったり童顔にしたい時はこういう風に入れてます。あとは唇に沿って入れる時もあるんですけど、それも分厚さを変えることで唇が分厚く見えたりとか薄く見えたりとか、あとは顎が短く見えたり
り長く見えたりっていう効果があります。はい、こんな感じで全体的にちょっと濃いめにシェーディングをします。そしたらどのキャラも一緒なんですけれども、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー ML 版で全体的に薄付きに叩いていきます。これは白っぽいファンデーションだったら何でもいいと思うんですけど、一番安くて白くていい商品だと思うので私はこちらを使ってます。で、この時絶対にシェーディングしたところも全部上から叩いていきます。はい、叩けました。こうやってシェーディングの上から塗ることでちょっと濃いめに入っていたシェーディングも肌なじみしてくれます。これでまだ足りないなって思う部分には後からさっきのシェーディングの薄い方のカラーを重ねていったりとかっていう風に調節しております。はい、続いてテーピングですね。テーピングはね、自分の肌に合ったものを使っていただければそれで大丈夫です。私は最近はアシストウィッグさんで売られてるテープを使ってるんですけど、ちょっと今切らしてるのでニトムズさんの肌に優しいテープを使います。で、このテーピングの仕方もですね、キャラクターによって大きく変わってきます。例えば顎を小さくしたいキャラクターだったら、この辺からグッと引っ張って、で後ろで固定します。で、ここの肉を上げたいとか、あと面長に見せたい場合はサイドを縦に引っ張ります。で、面長キャラクターだったら私はここを引っ張らないこともあります。逆に童顔キャラでさらにちょっと年齢層も低くってとかっていう感じで肌をポッてりと幼く見せたい場合は、ここだけ引っ張って、ここは引っ張らないっていう時もあります。そうやってリフトテーピングをした後に、今度は目のテーピングですね。目はよっぽど釣り目のキャラクターだとちょっと上側にグッと引っ張るんですけど、大抵の場合は真横に引っ張るとよくあるかっこいい感じの目が作れます。上に引っ張っちゃうとね、本当にキツネ目のキャラクターじゃないと失敗しやすいです。例えばほおずきの冷徹の白拓さんとかね、ああいうキャラクターだとガッと上に引っ張るといいと思います。で、垂れ目キャラクターはここを下げたいので、こういうふうにこの辺から下に引っ張るんですけど、垂れ目でもなくて猫目のキャラクター、ちふゆとか、ああいう目が大きくって釣り目っていうキャラクターはこことここ両方こういうふうに引っ張ります。呪術廻戦のトゲもそうですね、犬巻先輩。こんな感じで引っ張ることで上にも下にも大きくなるので、垂れ目じゃない大きい目を作りたい時にはこうするといいと思います。はい、では三谷くんは垂れ目でちょっと横長のお目目なので、こういうふうに引っ張っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。いつも動画ではですね、これこのまんまベタって貼ることも多いんですけど、ちょっと横着をしていて、けど撮影の時はこれをサイズだけ確認したら縦に裂いて、で両方に使うことがほとんどです。目のテーピングはですね、細めのやつでやった方がこうピンポイントで引っ張ってもらえるので、太いテープを使っている人は縦半分に裂いて両方に分けて使った方がいいと思います。逆にリフトのテーピングは太いのでやった方がお肉がですね、二重テープした時みたいにシワにならずに済むので、そっちの方がいいと思います。あと忘れてた、三谷くんは童顔なのでこっちだけ引っ張っていきます。はい、こんな感じで後ろにも引っ張りました。で、リフトのテーピングなんですけど、たまにね、ネットにそのまま、なんていうんですか、こういう感じで留めてる方がいて、どのテープも接してない人がたまにいるんですけど、それだとね、あんまりテープの意味がないです。まあ、ここからこことか、ここからこことか、肌の部分だけでまあ引っ張ってくれてるのでゼロではないんですけど、ネットの部分だとね、こうお互いがお互いをこういう風に留め合ってないとネットは動くので、貼った時と完成した時でちょっとテープの感じ変わってる場合がありますので、必ずリフトのテーピングはどこかのテープと合体させてください。ここはね、なんで合体させてなくても大丈夫かというと、よく見るとシワができてます。これはわざと肉を寄せてですね、こういう感じにしてテープを留めているので、そのおかげでキープされている感じになります。このシワが嫌な人はどこかのテープに接するまで長めに取って貼ってもらうといいと思います。どちらにしても加工が大変なので、どちらを取るかっていう感じなんですけれども、私はどうせ消しちゃうからシワになっててもあんまり気にしてないですね。はい、ということでテープが完了しましたので、次はアイシャドウに入っていきます。